こんにちは、サラです。今回はですね、8月のお気に入りコスメを紹介していきたいと思います。もうね、8月も終わってしまいました。めっちゃ早っ。8月終わったから9、10、11、12。あと4ヶ月で2021年が終わっちゃう。したらね、まずね、こちら。ポーラ DM クルールカラーブレンドパウダーコンシーラーのリニューアル後のやつです。こんな感じで、前はね4色だったんですけど5色に増えました。こちらの詳しいレビューを見たいよって方はこれ1本の動画出してるので、ぜひそちらを見てみてください。私はですね、いつもこのオレンジと黄色とあと白をちょっと多めにとって、このね目の下に使ってます。はい、こんな感じです。めちゃめちゃね隠れるんですよ。こっちが塗ってない方です。ポイントで気になるところはチップを使ってカバーしていきます。もうね、今日はねチークを塗っちゃってるんですけど、これで全体くるって取ってチークも塗れるし、ほんと使い方無限なので、これ一つ持っておくだけですごい便利です。はい、そして次こちら、セザンヌのナチュラルマットシェーディング01です。これほんと最近出たものなんですけど、このブラシがすごくノーズシャドウ入れやすくて、もうこれね毎日使ってます。ちょっと今強めに入れてますけど、こんな感じでノーズシェーディング入れて、鼻の下と、唇の下で、フェイスラインもこっちの大きいブラシで取って入れられます。キャンメイクのシェーディングの色も好きなんですけど、こっちのセザンヌの方が筆がね使いやすくて、もう超愛用。はい、そしてまたまたセザンヌですね、パールグローハイライトの新色04番。これもさっきのシェーディングと同じ時期に発売されたやつです。今まで出てるセザンヌのパールグローハイライトの色の中で一番自然で、本当にね誰でも使いやすい。明るすぎず暗すぎず、でもかといって光りすぎず、もう全体に入れてもテカテカにならないので、これもねめっちゃ愛用してます。はい、そして次こちら、ロム&のジューシーラスティングティントの最新カラー、26ベリーベリーピンクと27ピンクポップスシクルです。ポプシコ。はい、こちらが26番。もう絵に描いたような、絵に描いたようなっていう言い方も謎ですけど、なんて言うんだろう、ザ・キャンディーピンク、なんか初期のティントの色で、こちらが27番。これもね色の系統としてはめちゃめちゃ似てて、27の方が若干落ち着いた色っていうんですかね、ちょっと濃いめですね。でこれをちょっと唇に塗ってみます。こっちに26番、で反対に27番。はい、こんな感じです。どうでしょう、26番なんですけど、ちょっと塗るとね濃くなるんですよね。だから結局同じ色になるなって思いました。若干の違い、本当に微々たる差なので、まあ、これどっちにしようかなって悩んでる人はこのパッケージの色の好みでいいと思います。こっちが26でこっちが27。27の方がパッケージも若干色が濃いです。はい、そして次こちら、8月の30日に発売されたロージーローザのソフトコットンシート50枚入りです。これが50枚入ってて税抜き280円で税込み308円です。天然コットンを 100% 使用したコットンシート、コットンの肌当たりの良さはそのままに、毛羽立ちにくいシートなので
メイク落としや拭き取りなど毎日のスキンケアに幅広く使えます、まあ、クレンジング、あとコットンパック、あと除光液を含ませてネイルオフ、あと乾いたままでタオルの代わりとしても使えます。こんな感じ、見た目はね本当にティッシュで、高級なティッシュあるじゃん、鼻セレブか、鼻セレブをもっと高級にしましたって感じの触り心地。最近こういう大きいタイプのコットンシート流行ってるじゃないですか。で、前にねドンキで買ったこのロールタイプのクレンジングタオルがあるんですけど、これはねもう本当にザキッチンペーパーっていう感じなんですよね。でもちろん、まあ、ネイルオフとか、まあ、あとでっかいこれあんまやる人いないんですけど、でっかいタトゥーをこれで拭き取ったりするのには便利なんですけど、やっぱねちょっと分厚くてデコボコしてるので、ちょっと刺激、摩擦の刺激がねあるんですよ。でもこれは、あ、でも乾燥したウェットティッシュに一番近いかもしれない。でデコボコしてないので摩擦少なめだし、肌にね貼りやすい。そしたらねちょっと早速腕に塗ったティントをこれで落としていきます。クレンジングを含ませて、こんな感じで、はい、こんな感じで綺麗にね取れました。うん、もう濡らすとほんとウェットティッシュに近い。もうねこれ本当に幅広い用途で自分好みにカスタマイズして使えるので、しかも安い。はい、そして次こちら、ロム&のベターザンパレットの新色06ピオニーヌードガーデンです。今まで出たカラーの中で一番好きな、もうカラバリ捨て色完全なしの最強パレット。今日はねこれでメイクしていきます。まずねこちら、そして次こちら、はい、こんな感じ。結構この色以外はね控えめ発色なので、思ったよりがっつり塗っちゃって大丈夫です。はい、こんな感じで、もうちょっとね目をはっきり見せたいときはこの一番暗いカラーを取って目の際にのせてます。はい、そして次こちら、もう今回めっちゃセザンヌ多い、各二重アイライナーの20番です。もう本当に今回のねセザンヌの新商品ラインナップが神すぎて、すごい数お気に入りになりました。もう今までのねセザンヌのこの各二重ライナーって結構黄みが強かったんですけど、こんな感じで自然な影色、グレーっぽいカラーになって最高に使いやすい。あと二重の線もこんな感じになります。はい、そして最後こちらです。レブロンキスシュガースクラブの311シュガーミントの限定パッケージと313スイートユズの限定パッケージ、両方買っちゃいました。これねプラザで買いました。で前もねトム&ジェリーのパッケージ出てたんですけど、それがねこちら、ちょっとね原作チックな絵柄のやつも持ってるんですけど、この今回のイラストがめちゃめちゃ可愛くて、ついついストック買いしてしまいました。個人的にこっちの方がね可愛いと思う。プラザミニプラ限定ですねこれ。はい、ということで8月のお気に入りコスメの紹介でございました。ぜひね気になるものがあったらチェックしてみてください。ということでチャンネル登録と Twitter と Instagram と、 あとオリジナルコスメブランドミラジムもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。